始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気にしてます。元気にしてます。私最近ですね、はい、ますます自分の居場所、自分の居場所、お家が欲しいなって欲が本当に高まってきてまして、素晴らしいね、はい、一軒家だったら最高ですよね。やっぱ庭付きがいいなとか思うんですけど、今までこう転々としてきた、はい、だからね、してきました。そろそろ、ね、そろそろいい場所を見つけたいなと思うんですけど、まあ、男性のセリフのような気もしますが、お二人はどんな条件がありますか、家を建てるとしたら。いやー、庭の広さと、うん、ちょっとなんていうのかな、建物がうまくこマッチしてるような、はい、うん、落ち着ける空間ですよね。うん、まあ、徹底してそこだね、はい、年取ったな何かある。いやー、そうですね、私はやっぱりお部屋が広い、あ、土地が大きい、はい、はい、それもまた叶える男性は大変でございます、はい、ということで今回まずご紹介するのは、うん、はい、一棟一棟お客様に合わせて自由設計しているので、うん、土地形状に合った最適なプランをご提案しているというこちらの企業様です。マイホーム、それは多くの人にとっての憧れであり、一生に一度の買い物として長い時間を共に過ごす大きな存在となっている。それはいつの時代であっても変わらず、人々の住まいに対する願いは常に高い数値で新しい我が家を望んできた。そんな誰もが抱く強い思いをサポートし、100年住める家づくりを理念に、一人一人が求めるマイホームの夢を実現する男がここにいる。株式会社山地ホーム代表取締役山地秀夫。自然素材を使用した家作りでは、生活の隅々までこだわる自由設計をコンセプトに、斬新なデザインからドアノブの細部に至るまで多様なニーズに応え続け、クライアントが満足いく住空間を提供することで、理想に描いたマイホームを形にし続けている。今回は地域密着型の工務店を掲げる山地秀夫をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。と、まあ、昔から家が好きで、うん、まあ、おしゃれな家に住みたかったね、はい、自分が気に入ったような、はい、でその時にこう、まあ、ちょうど10年前なんですけども、うん、周りを見てみると、なんかこうみんなこう同じような家ばっかり、はい、うん、外壁もね、はい、内装もあのビニールクロスの割りの家っていう感じだったんで、自分が住みたいっていう家はなかなかあの徳島の周りにはなかったんですね。なんかあのきっとまあ自分みたいに、思ってる方もいるんじゃないかなと思って、まあ、自分はこうちょっとおしゃれなこだわった家作りをしていこうというふうに思いました。はい、ヨーロッパってさ、意外とそういう、はい、そんな大きい小さいで比べるんじゃなくて、自分の個性が出てる家って結構あるんですよね、はい、レンガ張りだったり、はい、ウッドだ、木だけで作るだとか、はい、でも日本は結構、まあ、僕の目だけども、あの建て売りが多かったりしないですか、うん、あ、そうですね、なんかバーって並んでるところ、うん、その区画整理があってバーッとここ家みたいな、うん、それ買うのかっていう気にはなかなかなれないんですけども、そういう感覚はでもお持ちになられてたわけですね。もう自分 で, そうです、ね、自分の気に入った家みたいな。そうですね、結構家に帰ったりするこだわりはありましたね。ファッションもそうだもんね、はい、ありがとうございます。あれあるよね、うん、ありがとうございます、ね、素敵にね、はい、開業のきっかけっていうと何だったんですか。もともと父が経営するあの土木会社、土木の、会社を一緒にやってまして、はい、で、40歳の時に、まあ、今から10年前なんですけども、うん、社長交代して、うん、た時に、まあ、あの以前からずっと家に興味があって、家の方に、はい、やりたかったんで、まあ、そのことをきっかけに始めるようになりました、はい、家に興味があったから、まあ、土木の方からこっちに。そうですね、まあ、小さい時からずっとあの家が好きで、あの物を作るってことがすごい好きだったんですね。だから小さい時はあのかまぼこの板とかで、はい、あのボートを作ったり、あ、はい、まあ、プラモデルとかね、あの、まあ、あの男性はよくやると思うんですけど、はい、まあ、そんなのそんなにね、はい、買ってもらえなかったんで、うん、まあ、そんなのでね、かまぼこ板とかでよく遊んでましたけど、
そうするとその時にもう家がこういうことができたらいいなっていうそっちに変わっていったわけですね。そうですね、お父さんと一緒にやりながらも、はい、うん、注文住宅の需要が高まる昨今、山路の家づくりにはある思いが存在していた。昨年からね、それを取り組んでるんですけども、腐らない柱を使った家づくり、腐らない柱、はい、腐ったりこうしわに食われない柱を使って家づくりをしてるんですけども、それってその木って100年以上持つって言われてる木で、まあそういう木を使って腐らない長持ちする家を建てていくようにしてます。今の日本の家ってだいたい30年弱ぐらいで建て替えのサイクルが来るんですけども、そういうふうにしていくと、そういうような家づくりをしていくとね、住宅ローンがだいたい35年ぐらいで組まれますんで、住宅ローンが終わった頃にはもう家の価値がゼロになっているような家を、辛いです、一生かけて住宅ローン払ってそういう家を建てていくようなことになるんですよね、はい、それだったら悲しいと思いますんで、もっと100年ぐらい持つような家を建てると、まあ自分の代はやっぱり住宅ローンで払いますけれども、自分のお子さんや、お孫さんですね、お孫さんにはそういう住宅ローンのない家、しっかりした家をね残すことができますんで、そういう家を残すことっていうのは、まあすごくやっぱり環境も何もいいですし、ということで、はい、取り組んでいます。それは、子供もありがたいしさ、ね、その引き継がれていかれる方も嬉しいよね、ずっと残ってたらね、軽いこうなんていうの、修正だけで、修理だけでずっと引き継がれていくわけですもんね。それが代々続いていくってことだけどないもんね、今ね。ないですね。ほんと少ないと思うな、30年ローン時刻とか言われたもんね、追われてみたいなね、やだやだ絶対悲しいですね。日本高いからね、住宅ね、つってそういうね、高いですよね、自分で言うのはですが、はい、高いんですよ、高いね。でもね、でもだからこそ、ピシッとしたものが欲しいね、はい、そうですね、はい、今日模型もお持ちいただいたんですが、そうそう、はい、これはどういったコンセプトで作られてるんですか。これはここのお家は、まあ、ちょっと有名なデザイナーさんが、設計したお家なんですけども、そうなんですか、はい、山地ホームさんで建てられた、建てるために作った模型ですね、はいはい、あ、これ中見てもいいですか。あ、どうぞ、はい、屋根がこう開きますんで。屋根が開くんですか、はい、ここが、と壁も取れますんで、ここが、そうなんですか、すごい、はい、いやー、かわいい、こういうおもちゃあったな、はい、こういうおもちゃ女の子遊んだでしょ、はい、いっぱい、はい、ときめきますね、ときめくね。かつやっぱお家になった時に吹き抜けもありますし、吹き抜けありのシンプルで、窓もこういう窓ですよ、こっちのね、おしゃれ、ね、いろんな日差しの関係があって、はい、あと特徴って言うとどういうところなんですか。ね、窓がまあそんなに大きな窓が、あるっていうわけじゃないんですけども、さっき言われたの吹き抜けがありあるんで、光がね、上からこう入り込んできて、このとこですよね、はい、窓はそんなに大きくないんですけども、家中がこう明るくなってるっていう感じの窓になってます、はい、開放感があります。そうですね、と最近だとこう家が密集してるとこ多いじゃないですか、はい、だからこうプライバシーを守るっていう意味でも、はい、そんなにこう大きな窓をつけずに、なるほど、ですよね、はい、上から光を取るっていう感じの設計ですね。山地さんの中でずっとこう理想としているお家の絵があったと思うんですけど、実際お客様に山地ホームとしてお家ご提供されて、お客様の反応とかどうでした？そうですね、まあ、自分もいろいろこだわって建てたいんで、まあ、間取りから始まって、はい、内装に至るまで細かいところまで、打ち合わせさせていただいて、お家作りさせてもらってますんで、まあ、家が出来上がった後っていうのはすごい満足していただけてると思います、はい、休みの日とかね、はい、家族で出かけたりすることって多いと思うんですけども、はい、家を建ててからは、その出かけるんじゃなくて家で過ごすことが多くなったっていうのは、
お客さんも結構いらっしゃいます。嬉しいですね、はい、それは、はい、そうだよね、家の中って一番くつろぐとこであって、はい、家族団らんできるとこのはずだものね、うん、今回は実際に山地が手掛けたクライアントからも話を聞いてみた。まあこれって、一つに絞るんじゃなくてですね、家全体で言いますと本当にほぼ全て気に入っております。細かいところ気になる点は少しはあるんですけども、家なんか気に入った家建てるのに3階だけ直さないと満足いくものができないって聞いたこともあるんですが、もう本当にほぼ満足いく、もうストレスがない家が建てることができました。ありがとうございます。奥さんは今回家建てられて、家の中で一番気に入ってるとこってどこでしょうか？家族自身もくつろげるんですけど、友人らが来た時にお客さんも一緒にくつろげる、この空間全体気に入ってますね。女性奥様とかも喜ばれる方多いんじゃないですか？そうですね、どちらかというと奥様が、はい、気に入ってくださって、お家作りお任せいただくっていうことが多いですね、うん、やっぱりそこですか、女性素晴らしいですね、女性ってね、はい、家計を握ってるっていう方も多いですね、はいはい、働くのは男性なんですけど握ってます確かに、でもお勝手回り水回りだとか、うん、そうですよね、子供を育てるの上にそのスペースだとかあって、うん、そうだな。でも家の中でリフォームとかなんとかっていうこともやられるわけですか？そうです、新築、うん、はい、やられますか？やってます、はい、変わっていきますもんね、だん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 子供たちも大きくなる、はい、何も、そうですね、そういう変化が、はいはい、なるほどな。どうでしょう、でもこだわって作っていくと高くなっていっちゃうんじゃないですか、お値段が。そうですね、やっぱりあんまりこだわりすぎるとね、はい、コストアップになるんですけども、うん、まあ家ってこう、まあ、おしゃれで快適でこう動線が使い勝手がいいとかっていうのも もちろんなんですけども、構造であるとか、はい、あと断熱材とかですね、うん、そういうのは多少やっぱりコストアップになっても、うん、まあ、長持ちするもの、うん、いいものをおすすめするようにはしてます、はい、それだけの価値が、まあ、そうですね、ありますもんね、はい、まあ、結局そのことってまあ、お客様のプラスになると思いますんで。そうですよね、はい、うん、一緒に一番大きなお買い物だもんね、はい、一緒にして、そうですよね、うん、人生の多くを過ごす場所となるマイホーム、そのクライアントの願いを形にし続ける山地秀夫、そんな男が見据える今後の展望とは。今後は、まあ、おしゃれなデザインと、長持ちする家、うん、をコンセプトに、長く持つ家、長く愛される家を、作っていきたいなと思っています、はい、日本の家づくりの現状って、大体今30年弱で、はい、建て替えるっていうサイクルなんで、そうじゃなくて、自分の子供や、孫に、住宅ローンのない家を残してあげるような、家を、作っていきたいなと考えています、まあ、そうすることによって、うん、まあ、環境問題、環境にも優しい、取り組みができると思ってますので、はい、そういうことに取り組んでいきたいと思ってます。素晴らしい、うん、ね、代々続く家がいいよね、はい、私の思いが入ってる、おしゃれいいですよね、まあ、そこは女性がねやっぱりこだわりまして、はい、いやもちろんそうですよ、はい、男性もそうですよね、うん、そう、帰りたくなる家ですよ、うん、素晴らしいお意見いただきました、はい、今日は素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、はい、ピラティス、ヨガ
やったことありますか。今食べ物だと思ったピラティスの方ね。あ、そうかそうか、はい、やったことはないけどよく聞きますね。うんうん、なんかいいんですね。体にいい、うん、落ち着いて。やったことありそうですね。そうあります。大学生の時やってました、ピラティス。早くないですか。はい、あもうちょっと前ですね。そうですね。ホットヨガとかあるじゃないですか。ありますね。ね、あれよく聞きますね。そう体を伸ばし て今はサッカーでも取り入れてらっしゃる方結構多いんじゃないですか。そうですね、やってます ねですよね。今すごくケアとしてすごく注目されているものなんですけれども、はい、次にご紹介する企業様は、はい、心身一体として全身的な健康を実現しなければならないと考えています。こちらの企業様です。今日本が抱える問題の多くには切り離すことのできない課題が存在している。それは医療や介護をはじめとする健康を失うことで生じる財政負担であった。そしてその先には高齢化社会、社会保障問題といった決して避けることのできない現実が私たちの将来に色濃く影を落としていた。そんな現代に強く求められる心と体の健康をヨガやピラティスといったエクササイズを通じて社会全体で共有し、より豊かな暮らしの実現を目指す女性たちがここにいる。株式会社全ピラティスインストラクター生江千恵子、そして広報浅見。全国85カ所で運営する専用スタジオをはじめ、新たに訪問介護の分野でも需要の高まるヨガやピラティス。その時代に沿った新しいケアスタイルは地域の人々の健康を守るとともに心の安らぎとしてもあり続けている。今回は育恵、千恵子、浅見の3人をスタジオに招き詳しく話を聞いた。私たちの会社が目指しているところは、うん、まず日本全体を健康にしていきたいという強い思いがありまして、日本の社会全体も健康にしていきたいというふうに考えています。でその中で日本が抱えている社会問題で、うん、高齢化社会問題があります、ね、はい、で それから寝たきり介護問題、うん、そしてそれにつながってくるんですけれども、うん、社会保障費問題と、うん、財政破綻まで見据えているんですけれども、うん、私たちは高齢者を元気にしていきたい、うん、はい、そして寝たきりで介護を必要とされている方も、うん、当社で行っているリハビリの専門もあるんですけれども、実際に寝たきりで介護を必要とされている方が、うん、元気になるまでサポートしていくということもやっているんですけれども、はい、現状維持ではなくもうここから本当の健康になっていくっていうことを取り組んでいます、うん、はい、実際にこう、うん、日本を元気にしたいって思いから事業展開されて10年経つと伺ったんですけれども、はい、今はどういった形で事業展開されてますか。はい、事業に関してはやはりヨガピラティスのスタジオがメインになるんですけども、はい、4種類スタジオ種類がありまして、バシピラティス、2人が所属したりしている、はい、バシピラティスというピラティス専門のスタジオがあります、はいはい、でバシというのは、アメリカのカリフォルニアに本部があるピラティスの団体で、そちらの日本支部のスタジオです。で、ヨガプラスというのがありまして、そちらはヨガ専門のスタジオになります。で、ヨガプラスも同じくアメリカにヨガワークスというヨガの団体があるんですけど、そちらのメソッドを取り入れたスタジオになります。で、ビクラムヨガというのがあるんですけど、そちらはホットヨガ専門のスタジオになります。かなりきついです、はい、トヨガって聞くようになったね最近ね。もう元からの結構数年前から、数年前から、はい、トヨガ、はい、トヨガって聞くようになったな。かなり汗かきますよ、うん、男性はそこはいないな。もちろん男性も男性も、はい、やっぱそうか、それで耳に入ってきたんだな、はい、健康法の一つとして。でスタジオ、まあ、4種類あるんですが、全部で合計86箇所にあります。86箇所の、はい、都内を中心にあと関西の方も含めて86箇所あって、医療の分野では訪問看護ステーションとリハビリデイサービスのステーションが全国20箇所
合計で、すごい、あ、失礼しました、22箇所です、大失礼しました、22箇所あります。最近2箇所増やしたんだな。はい、でその他はあの BMSR ラボというあのスタジオがありまして、そちらではワークショップを行ってます。で、あのワークショップは主にあの海外から一流のあのインストラクターが来日して、うん、毎月あのレッスンのワークショップをそこで行っています。はい、へー、すごいな。今伺うだけでもね、もう全国展開だな、うん、これ、ね、そうですね。なので、まあ、私たちはそういった授業をあの行っているんですけど、先ほどお伝えしたようにやっぱり目的はあの心の安定をすごくあの重要と考えていますので、体だけではなく心と体は一体、そこからまず心を安定させる身体意識っていうのは重要になってます。ダイエットすんでも何でも、はい、ね、物食べない、なんだかんだとかってこっちがやられてくるんだよね、心が ね、そこでしょう。続いてインストラクターの千恵子と郁恵に実際に行われているエクササイズをスタジオでも実践してもらった。とても気持ちよさそうに見えたんですけども、すごくこうゆっくりとした静かな動きなんですけれども、こう体の内側に意識を向けることで、すごくこう体が温まるんですよね。呼吸もより深まって体が緩んでっていう状態があの作ることができるので、はい、ゆっくり始まるから、もうその時点で日常的なこのガーっていうとこからもう全然違うところに行きますもんね。呼吸が深いですよね。いい音するな、あんなに綺麗に入っていくのかみたいな。それでやっぱり瞑想っていうものにもつながりますよね、はい、一緒になって横で俺そうですね、呼吸が深かった寝ちゃダメです。気持ちよさそうにね、やっぱりそういうのがあるんですね、はい、あのピラティスでは、うん、あの体の内側に意識を向けていきますので、うん、あの今模型があったと思うんですが、背骨の内側、はい、背骨の椎骨を一つ一つ動かしていくということを、自分のものを動かすんですよね、うん、なのでコントロールするということが大事なので、まあ、そういった細かい微細な部分のところに意識を向けることで、うん、瞑想状態に入りやすいというふうに言われています。あ、そこに集中するからね、はい、そうか、それで瞑想状態に入りやすくなんだ。あ、なるほどね、はい、なのであのピラティスは内側から背骨のもう内側に付随している筋肉を意識して、うん、そして正しい姿勢を作っていくので、どちらかというと正しい姿勢をするとこの辺の筋肉が緩みますので、うん、あの苦しいっていうことはないです、うん、気持ちがいいという感じですかね、うん、呼吸もそうですね、自然にゆったりとした緩んでいる状態で深い呼吸が行われますので、深い呼吸はもう本当に楽、気持ちがいいというふうに思っていただけたらと思います。はい、落ち着くね、はい、大事です ね、 大事だね、緩めること大事ですね、深い呼吸と、そうだね、落ち着いた番組になってますね。ミシェルが余計なこと言わないだけでいいんだもんね。我々もさ、もう呼吸にずっと今焦点を当ててますから、私の中で。あの千恵子さんご自身もピラティスで体が変わった経験があると伺ったんですけど、うん、そうですね、もともとピラティスとの出会いは、うん、ちょっとこう無意識なストレスだったり睡眠不足が重なって、うん、こうちょっと耳の病気になってしまったことがあったんですね。その時にやはりこう自律神経がちょっと大きく乱れてしまって、肩の張りだったり腰の張りっていうのがすごくあの悩みだった時期があって、うん、でもピラティスを始めたことでですね、それが徐々に徐々に改善されて、でやっぱそれがもう全部やっぱ心と体がつながるっていうことにやっぱ意識を向けて練習したことがその結果だったと思うんですけど、先ほどのロールダウンとかもあの呼吸法、あと瞑想っていう部分でやっぱたくさん深く呼吸を行って緩まった結果、やはり全体的に体が健康になったっていうところで、やはりそれを伝えていける立場としてたくさん、はい、学びは深めていきたいなと思いますね、お手伝いしていきたいです、たくさん、はい、
全産っていうのは、はい、医療事業っていうんですかね、うん、医療介護事業でも、はい、こういったヨガピラティスを導入されてるってことなんですが、はい、どういった形で、はい、実際に私たちがすごい重きを置いているところっていうのは医療のサービスを受けていただけている方々の心がまず安定すること、うん、そこを重要と考えています。で今実際に行っている取り組みとしてはベテランのピラティスのインストラクターの方が、うん、そういった訪問看護だったりリハビリのステーションに、はい、毎週週大体4回ぐらい行ってそこで働いている医療の分野で働いているスタッフの方々に直接ピラティスを教える、うんという取り組みをしています。やっぱり医療の分野のお仕事がもちろんメインであるスタッフの方々なのでやっぱり忙しくて時間は限られているんですけどもやっぱりその出勤前だったり勤務から帰ってきてステーションに帰ってきた後本当に短い時間だけでもいいのでレッスンを実際行ってピラティスをその方々スタッフの方々が体感していただくで自ら自分でその良さを知ってそれをまたリハビリだったりに取り入れていくという動きを今行っています。地域から日本全体へヨガやピラティスという新しいスタイルで健康を通じ社会が抱える問題解決を目指す育恵、千恵子、そして麻美、そんな3人が掲げる今後の展望とは。現在は用賀や駒沢で、関西では江坂の方で既に行っているんですけれども、うん、ヨガピラティススタジオとそれからリハビリデイサービス、うん、訪問看護ステーションを近くに同じ地域内に密集させて行うということをしていて地域全体で健康になっていこうという取り組みをし始めまして、はい、もう本当に子どもの時から身体教育というか体のことをもっと知る正しい使い方をしていくということをしてそれからご高齢の方にも健康になってもらうということで地域全体健康になっていくということを目指してやっています。でこれからこの地域全体というものをエリアを拡大してどんどん健康社会に広げていけたらなというふうに思っております。素晴らしいね、はい、もう本当にますます日本を全体をね子どもからお年寄りまで元気にしていただけたらと思います、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。お金を磨いたことはありますか？私は5年間で5万枚以上のお金を磨いてきれいにしてきました。その磨いたお金をお釣りとして渡し続ける美容室を経営しています。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、お金磨きから学んだ引き起こしの法則。この本を書いたのは美容師として20年の経歴を持つ牧野よしきさん。綺麗なお釣りで配ることにこだわり続けることで自分の価値に気づかせてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。